フリオダニエル・マルティネスは、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のボストン・レッドソックス所属。愛称はフラッコ。マイアミで生まれ育ち、フロリダ・マーリンズのファンであった。ヒューストン・アストロズ時代2009年の、MLB ドラフト20巡目で、ヒューストン・アストロズから指名され、プロ入り。2011年は、 フィラデルフィア・フィリーズへ放出されたハンター・ペンスの穴埋めとして7月30日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビューしノバサウスイースタン大学の出身者として初のメジャーリーガーとなった53試合に出場し打率2746本塁打35打点出塁率319を記録した守備面では左翼手で51試合に出場し ザープラス7.4、DRS プラス2を記録し、右翼手でも1試合出場した。2012年4月13日のマーリンズ戦では、マーリンズパークの会場第1号本塁打を放った。113試合に出場し、打率、241、11本塁打、55打点、出塁率、311を記録した。守備面では、左翼手としてザープラス0.5、 drs-2 を記録した。2013年は、前年から下回る86試合の出場に、とどまるも、打率、257本打三36打点、出塁率27、272を記録した。守備面では、左翼手で、ザーマイナス2.4、drs-5、右翼手では、ザーマイナス1.4、drs-5 と、攻守で数字を落とした。 2014年は開幕前の3月22日に自由契約となった。デトロイトタイガース時代2014年3月24日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。開幕をトリプル A 級トレド・マット・ヘンズで迎えたが4月21日にメジャー契約を結んだ。6月23日には自身初のプレイヤー・オブ・ザ・ウィークに選出された。 123試合に出場し、打率、315、23本塁打、76打点、出塁率、358を記録し、飛躍のシーズンとなった。また、規定打席には到達しなかったものの、打率、超打率の両部門では、チームメイトのミゲルカブレラを上回り、チームの地区4連覇の原動力となった。守備面では、左翼手で、ザマイナス点零 DRS プラスマイナス0、右翼手ではザープラス1.9、DRS プラス1を記録した。2015年は右翼手へコンバートされ、前半戦で打率。289、25本塁打、59打点を記録し、自身初となるオールスターゲームに初選出された。6月21日のニューヨークヤンキース戦で1回表に田中正宏から2点本塁打。 5回表には再び田中からソロ本塁打を、さらに6回表にはダニー・ブラワから3点本塁打を放ち、1試合3本塁打を記録した。自身初となる規定打席に到達、そして自己最多となる158試合に出場し、打率。282アメリカンリーグ8位となる38本塁打、同7位となる102打点、出塁率。 344を記録し、自身初となる、シルバースラッガー賞を受賞した。一方で、リーグ2となる178三振を喫した。しかし、守備面では、右翼手として、共にリーグトップとなるザープラス9.9、DRS プラス8を記録し、攻守で好成績を残した。2016年2月4日、6月16日のカンザスシティロイヤルズ戦で、 守備の際にフェンス際でのキャッチで右肘を負傷し、前半戦は治療に専念することとなった。8月3日のシカゴ・ホワイトソックス戦で復帰し、後半戦では打率、332、出塁率、392を記録した。怪我の影響を回り、前年からは減少するも、120試合の出場でリーグ8位となる打率、307、22本塁が、 68打点、同7位となる、出塁率、373を記録した。しかし、前述の怪我の影響か、守備面では、前年から大きく、指標を落とし、右翼手で、ザー -13.2、13. DRS-22 は、共にリーグワーストであった。2017年は、スプリングトレーニング中に負傷し、開幕を故障者リスト入りのまま迎えた。 5月12日のローサンゼルス・エンゼルス戦でこのシーズン初出場すると同月21日には打率389、4本塁打、9打点でプレイヤーオブザウィークに選出され7月16日には打率455、2本塁打、7打点でこのシーズン2度目となるプレイヤーオブザウィークに選出されたタイガースでは57試合に出場して打率 305、16本類三39打点、出塁率、388を記録した。守備面では、右翼手としてザー、ザ・マイナス5.6、DRS-7 を記録した。アリゾナダイヤモンドバックス時代2017年7月18日に、マイナーリーグ所属のセルジオ・アルカンタラ、ダウェル・ルーゴ、ホセ・キングの3選手とのトレードで、アリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。 9月4日のロサンゼルスドジャース戦で、球団史上初、MLB 史上18人目となる1試合4、本塁打を放った。6月6日にシンシナティレッツのスクータージェネットが、達成しており、同一シーズンで2度の達成は2002年以来、15年ぶりの記録となった。これらの活躍もあり、同月10日には打率429、8本塁打、11打点で、 ナショナルリーグのプレイヤーオブザ・ウィークを獲得した。次週も打率4353本塁打6度点で選出され、プレイヤーオブザ・ウィーク創設以来初の同一シーズンに4度選出された選手になった。9月は打率40416本塁打36打点、出塁率493超打率では970を記録し、 プレイヤー・オブ・ザ・マウスにも選ばれ、本類打と打点は、ダイヤモンドバックスの球団月間記録を更新した。移籍後は62試合に出場し、打率。302、29本類が、65打点、出塁率。366を記録した。シーズンでは両リーグを渡り歩き、119試合の出場で打率30。303、自己最多となる45本類が、 104打点、出塁率、376を記録し、自身初となる3割30本100打点を達成した。また、長打率では両リーグを通して、690だったものの、アメリカンリーグでは、長打率、630を記録し、リーグトップであったマイク・トラウトの長打率、629を上回った。また、ナショナルリーグでは、長打率、 741を記録し、ジャンカルロスタントンの長打率、631を大きく上回る成績を残した。守備面では右翼手でザー、ザ・マイナス2.6、DRS-1 を記録した。オフの11月2日に FA となった。2018年2月19日に、ボストンレッドソックスと5年総額1億1000万ドルで契約したことが発表された。 オプションとして2019年シーズン終了後に契約を破棄できるオプトアウトとバイアウトの際には250万ドルが支払われた。開幕から主に指名打者としてクリーンナップに座り、オールスターゲームにファン投票指名打者部門で選出され、3年ぶり2度目の出場を果たした。8月には月間打率373、7本塁打25打点を記録し、 自身に度目となるプレイヤー・オブ・ザ・マンスを受賞した。9月13日の時点でリーグ2位の打率。330、41本塁打、115打点は共にリーグトップで三冠王の可能性が大きく、しかし最終的には150試合に出場し、リーグ2位となる打率。330、43本塁打を記録し、同3位となる出塁率。402、 打点ではリーグトップとなる130打点を挙げ、自身初のタイトルとなる打点王を獲得した。2年連続で3割30本100打点を達成し、チームの地区3連覇に大きく貢献。MVP 投票では4位に入り、3年ぶり2度目となるシルバースラッガー賞と自身初となるハンクアーロン賞を受賞した。また、シルバースラッガー賞では、 外野手部門と指名打者部門の同時受賞となり、MLB 史上初の快挙となった。ポストシーズンでは打率3 0日本類が14打点を記録し、5年ぶり9度目のワールドシリーズ制覇に貢献した。守備面では左翼手として32試合に出場し、ザーマイナス3.0、DRS マイナス2を、右翼手では25試合に出場し、ザープラス0.9、 DRS-2 を記録した。2019年5月7日のボルチモアオリオールズ戦でデビッド・ヘスから2点本塁打を放ち通算200本塁打を達成した。7月には2年連続3度目となるオールスターゲームに選出された。このシーズンは146試合に出場しリーグ8位となる打率。304、同7位の36本塁打、同8位の105打点。 同8位の出塁率、383を記録し、3年連続で、打率3割30本100打点を達成した。守備面では、左翼手として15試合に出場しザーマイナス1.4、DRS マイナス1を記録し、右翼手では24試合の出場で、ザーマイナス3.4、DRS マイナス6を記録した。11月4日にオプトアウトを行使せず、 レッドソックスに残留することが発表された。また、2020年、21年シーズン終了後に契約を破棄できる、オプトアウトは、オプションとしてマルティネスが所持している。2020年は、試合数の減少もあり、全60試合中54試合に出場し、打率、213、7本類打27打点、出塁率、291と、 自己アーストの成績でシーズンを終えた。また、3年連続で記録していた3割30本100、打点がこのシーズンで途切れた。守備面では3試合に、左翼手として出場しザーマイナス1.4、DRS プラス1を記録し、右翼手では3試合の出場で、ザーマイナス1.7、DRS マイナス3を記録した。11月1日には再び、オプトアウトを行使せず、 残留することが発表された。ありがとうございます。